このラジオでは、まあ、ラジオ内で、うん、あの呼ぶこうコートネームというのがありまして、バレーボールもこうあるらしいじゃないですか。コート内でだけで呼び合う。だからそのあだ名みたいのを決めていこうと、うん、いうことなんですけど、うん、はい、なんか普段はどう呼ばれてるとかっていうのはありますか？普段はでも名字が2文字だから、うんうん、呼びやすいから多分瀬戸とか瀬戸ちゃんとか瀬戸くんとか瀬戸さんとかね、うん、ああそう、俺も瀬戸ちゃんって呼んでる、うん、俺は瀬戸さんですね。大体そうだね、楽だもんね、うん、でもかあのつけないといけないみたいなんで。あ、そうだな。何が2人は何なの？アユ？アユと、かわいい、かわいいでしょ。いいね、うん、俺はね、カイト君。あ、普通じゃん。そう、そのまま、うん、そのまま、うんうんうん、うん、だからどうしようかなって。まあ、2文字でいいんだったら朝ですよね。朝、うん、僕がおし、まあ、なんかいろいろ書いてあるんですけど、うんうんうん、まあそうだな、それからウッチーみたいにセッティとか、まあウッチーみたいにっていうんだったらセットじゃないかなって思うんですけど、そうね、そうするといろいろとちょっと危ないワードになってくるので、うん、でもセットンって呼ぶ人がいる。あ、セットン知ってます。僕も杉田さんっていう方が私のことを唯一セットンって呼ぶ人がいる。すごい、セットンは面白いよずっと言ってますからね。絶妙に似てるんだよな。 セットン面白い。